山徳側の駅に入る車両前継シャトル桂ラ台はかつて山梨県大月市桂ツラ台3丁目の新興住宅地パストラルビュー桂ツ台と JR 中央本線の猿橋駅南口とを結んでいたモノレールであるパストラルビュー桂ツラ台は1997年10月より宅地分譲が開始された JR 東日本がそれまで分譲したフィオーレ、キツレ川や ビューベルジュ、アンナカ・ハルナと比べて、東京都心に最も近い住宅分譲地である。開発面積は73ヘクタールで当初は、最大994区画の開発を予定していたが、分譲が低迷しているため未分譲の区画が多く存在する。近隣の小シオツと同じく、駅近くにありながら高さ110メートルの丘陵場にあり、 つづら折りの道路を 1.6km 登らないとエントランスまで到達できない地形のため居住者の駅間の短絡アクセス手段としてデベロッパーである清水建設と JR 東日本の負担により2001年4月1日に設置された日本伝説工業が中心となって開発した BTM と呼ばれる永久磁石とベルトの組み合わせで急勾配の軌道を 往復する車高エレベーターと形状が類似したモノレールとなっていた。駅は山独川と山上川の2カ所。山独川は1階の乗車ホーム2階の降車ホームに分離されており、山上川の駅を含めた3カ所のホームにはホームドアが設けられている。運行はボタン操作による無人運転であった。住宅分譲地居住者から毎月管理組合費と、 合わせて5200円を使用料として徴収しており、あくまで居住者宅や購入検討者の送迎目的に利用が限られていたため、鉄道事業法や軌道法に基づいた鉄道、軌道にはなっていなかった。また、20時から運転終了となる翌1時30分まで山徳側の駅舎への入場は暗証番号の入力、またはカード操作が必要になり、 実質上カツラ台の住人以外の利用はできなかった。トラブルが相次ぎ2006年12月に運行を休止。パストラルビューカツラ台の事業主体である JR 東日本、清水建設とシャトルカツラ台を開発した日本伝説工業はトラブルの原因が特定できないとして2007年7月18日に運行再開を断念した。山麓側のエレベーターホールシャトルの運行休止後は バスやタクシーでの代行輸送が行われた。運行再開の断念を受け、代替輸送手段として、三条駅シャート地からエレベーター2機を設置する、計画が出された。三条駅の直下を、猿橋駅前の地上高まで地層を掘削し、山独側のエレベーターホールと、猿橋駅前を結ぶ、約170メートルの地下通路を建設。地下通路には動く、歩道3機を設置し、 朝は駅方向に、夕方は団地方向に運転される計画となった。その後、動く歩道の設置は撤回され、新設のエレベーターと地下通路が2011年秋に完成、12月1日より供用開始された。ありがとうございます。